んな印象がありますかね。例えば感情のままに書いたのか、結構計算して書いたのかみたいな。まあでもすごくこう緻密に構成とかを考えて書いたというよりも、直感的にというか、まあ、そういうふうに書いてるという印象がやっぱありますね。ところがそのバスキャンはインタビューっていうのが残ってまして、自分の絵の中にこう線がいろいろ書いてありますけども、例えばその何の脈絡もなく一本縦線が画面の端っこにあったりとかするんですけども、そのバスキャンの言葉をそのまま再現すると、絵の中のどの一本の線も考えないで描いた線はないっていう、逆に言うと全ての線は考えて、この画面のここにこういう色のこういう太さの線が必要だから書いたんだっていうふうに言ってるんです。